こんばんは、ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日は霧島の恵み力水、こちらを紹介したいと思います。こちらですね、こちらここにも書いてある通りですね、地球も人ももっと元気にスーパーホテル、全国展開しているですね、ビジネスホテルのチェーン店であるスーパーホテルのオリジナルになってますね。こう最近ですね、こういうふうにホテルオリジナルの水っていうのはですね、ビジネスホテルでも結構出しているところがありまして、このスーパーホテルをはじめとしていくつか私も思い浮かぶ製品があります。じゃあちょっと最初にラベルを見てみましょう。こんな感じですね。こんな感じです。2009年度日本経営品質賞、環境省認定エコファースト、そんな風に書いてありますね。ホテルとしても優秀という。実際私も泊まったことありますけども、非常にシンプルながら使い勝手のいいホテルで、安いですし清潔感もありますし、主要な駅とか都市にはある、必ずあると言ってもいいぐらいなので、今後も使い続ける予定というか、使い続けるでしょうね。高度が 170.5、 これはですね、一般的な日本の水から見れば結構高め、100以下であることが多いので、もしかしてエビアンとかが苦手な人は、なんか普通の水とは、日本の国産の水の一般的なものとはちょっと違うかなと感じる人もいるかもしれませんが、私は香水も苦手としませんので、もうこんなのは抵抗なく美味しく飲める水でした。ここにいろいろ書いてますね。日本始まりの地であると伝説される天孫降臨、霧島高千穂の峰に生まれ、大自然と悠久の時に濾過され、霧島の大地120メートル地下から湧き出した力水は、カルシウム、マグネシウムなどミネラル成分の含まれた天然の美味しい水は、体に優しい健康的な飲料水ですと書いてますね。販売者は先ほども言いました通り、株式会社スーパーホテル。これ大阪の会社なんですけども、なんでこの霧島の水を選んだのか、担当者の方に聞いてみたいですね。こういうオリジナルの水っていうのはですね、そういうところに興味を感じまして、なんでそこの水を選んだのか、そういうのを詳しく聞いてみたいですね。こんな感じですね。一周しましたけども、モンドセレクション2012年金賞受賞ということで、モンドセレクションの価値自体はですね、受賞製品がかなり多くなってきてますので、多少薄れた感はありますけども、全くダメな製品がですね、金賞を受賞できるわけがないので、一定の判断基準としてはまだまだ価値があるんじゃないかなと私は思っています。じゃあちょっとここで飲んでみましょうか。先ほども言いました通り、全くのすごい、かなりの軟水とはですね、ちょっと何か入ってる感かながあるかなとは思うんですけども、私は逆にその滑らかさとかにつながっていると思いますんで、大変美味しく飲むことができました。こんなのがですね、ウェルカムウォーターとして冷蔵庫に入ってたら最高に嬉しいですね。もしですね、スーパーホテルに泊まる機会がある、これからどっかに泊まるんだけどまだ決めてないっていう人は、スーパーホテルに泊まってこの水を飲んでみる、そんなのもいいんじゃないかなと私は思っています。どうぞよろしくお願いしますと。